1位のサントス、ベストブロッカー1位のカリーヨ、ラミレス、サンチェス、ケニア、リベロはオルティスというメンバーですが、とにかく破壊力のあるメンバーが集まっているキューバ。なんといってもキャプテンルイザ、跳躍力、最高到達点は3メートル26を誇ります。そのキューバを率いるのはペルドモ監督です。96年から99年一度キューバの指揮を取っていたことがありますが、代表監督復帰となっております。さあ、このキューバと相対する今日の日本のスターティングメンバー、サーブ順のローテーションで見ていきましょう。ケニア戦は大村をスタメンで使いましたが、また元の6人に戻しました。メンバーは変わりませんが、ローテーション回して栗原がバックライトからファーストサーブ、荒木というローテーションをちょっと回してきました。これはまあ互いのマッチアップの相性を考えて、少し日本はローテーションを変えてきたということになりますが、何しろ攻撃力の高いキューバ、日本の守備力が今日は試されます。率いる監督は柳本翔一監督です。さあ、控えのメンバー、大山、橋見、河井、大村、庄司、あるいは日本はフルセットの戦いがキューバとは多い、総力戦も予想されます。とにかくキューバは圧倒的な攻撃力を誇っています。対して日本はスパイクレシーブ、いわゆるスパイクレシーブ、ベストディガー部門であり、あるいはサーブレシーブ部門であり、守備力の各ランキングには上位に名前をたくさんの選手が連れています。キューバの攻撃力が勝るか、それとも日本の守備力、粘りって粘って粘って拾って拾ってキューバを封じ込めていくか、攻撃のキューバか、それとも守りの日本かというこの図式。共に6勝2敗、この試合を取った方がこの先のメダルロードを歩む権利を手にします。最終名古屋3連戦、サーブはキューバから。このキューバの高い攻撃力を封じ込めることができるか。ワールドカップ第9戦、キューバ対日本、今ホイッスルです。ファーストサーブがノータッチエースになりました。センタープレーヤーサンチェスのサーブ。もともとここにはバロスという選手がいたんですが、ちょっと体調不良でスタメン落ち、代わって入ったサンチェスのファーストサーブが、これはノータッチエースのポイント。時間差を取ってきました。日本ちょっと河合さん、ヒヤッとしましたけれども、いい形で入りましたね。やっぱり途中から入ってくる選手ですと、データがあまりないので、はい、どんなサーブ打つのかなと思って、ね、1本決められましたが、多分もう分かったと思いますよ、スパイクの入り方はいい形で入りました。時間差決めていったのは高橋。今日のファーストサーブは荒木から、いつものローテーションより2つ回してきました。ライトに振っていってラミレス。で、実は中田さん、キューバはこのライト側からの得点というのは実は多いんですよね。そうですね、日本に対してですね、特にこのライトの攻撃が高いので、今日の日本はこのライト戦をやっぱり何とかしたいという作戦はあると思うんですね。今1本決められましたが、あのライトの打数が増えるようだと日本は苦しくなってきます。日本のこちらはライトから木村沙織です。ポーランド戦フルセットで勝ったのはまさしく MIP は木村ですね。ですね、ものすごい決定率でスパイクのね、はい、大活躍でしたからね、今日もね、期待したいですね。最終名古屋3連戦、残された試合はあと3つです。ちょっと乱れましたが、ルイザ、それでも決めてくるのがこのルイザですね。アトランタ、シドニーオリンピック、2つのオリンピックでゴールドメダル、アテネオリンピックでもブロンズメダルを手にしました。今日はね、この1番のルイザ、この人を潰せるかどうかですね。今決めていったルイザ、ここまではベストスパイカー部門でも第1位です。佐野が拾った、 A キャッチで入った佐野のレシーブ、その後は高橋のフェイントです。高橋が落ち着いています。今日は、ね、このサーブレシーブ見事に変わりましたね。高橋がね、今日はね、どれだけ決定率を高く決めるか、決めれるかどうかで決まりますね、高橋は9番にものすごく通用しますから。そうですね、4年前のワールドカップでも日本はフルセットでキューバで戦いました。でその時一番得点を取ったのが日本は高橋でした。フルセットで勝ったのが4年前ですからね。キューバのブロックって高いんですけども、完成するまでが時間かかるんですよ、思いっきり煽ってきますから。その煽ってる最中に高橋はスイングが速いですよね。さあ、そしてこれが問題のサーブレシーブだったんです。あと拾いはしましたが、その後栗原のスパイクがブロックの波にかかりました。5対3、キューバ2ポイントリード。日本がね、いい試合をしていくためにはこういうブロックにかかったね、フォローをちゃんとしていきたいですよね、そしてなんといっても今サーブを放っているのはここまでベストサーバー部門では第2位につけているカリーヨ。強烈なジャンプサーブが来ますが、とりあえずは上げた木村、そして栗原、
クロスのスパイク拾っています。キューバのレシーバー、ハリーはバックからこれを打ち返すだけ。高橋、竹下、木村総理バックラック、ブロックは3枚あります。ワンタッチにかけているキューバ、レフトに飛ばしていって、ルイザ、ブロックだ。1回ルイザを止めた。杉山が押し込んでいくラリーになる。つながります。日本の攻撃。竹下は杉山フェイント。粘り勝ち日本。この際の大林さん、はい、こういった形で今日得点を取っていくことが大事ですね。そうです、あの必ずミスしてくれますので、ね、はい、その辺の粘りですよね、あとちょっと杉山選手にはあの期待したいのはやっぱ攻撃の速さなんかかなり注目したいですね、粘り合いの末日本がポイントを手にしました。5対4、1点差。高いと続いた、この人を止めなければならない。決まった。杉山が拾ったスパイクレシーブ、栗原が打った。早くもルイザを1本止めた。ルイザはね、このスパイクレシーブ、杉山よく上げましたね。あまり別が得意ではないですかね。今大会実はあのセンター陣、杉山荒木というのはサーブレシーブ、それからスパイクレシーブ、大会は本当に練習を積んできたんですよね。あの1本を上げるために練習を繰り返してきたセンター陣。さあ、そしてここで日本が3連続ポイント、6対5、1点前に出ました。杉山のスパイクキャッチ、そしてその後も連続ポイント。先ほど見事なスパイクキャッチを見せた杉山がレシーブ、サーブに下がります。レフトに伸ばしてルイザ、今度は強烈なスパイク。やはりそう何度もやられてたまるかというルイザのスパイク。森さん、はい、ただですね、キューバは焦ってくれば来るほど下に叩きつけたくなりますので、はい、1セット目の早いうちに、ね、1本止めとくとこれ有効ですよね。そうですね、先ほど1本拾いましたけれども、今度はブロックにも期待というのがね、ちょっと待たれますね。あっと、ラインを踏んだ、ラインを踏んだ。今大会ここまでベストサーバーのサンコスのサーブだったんですが、ラインを踏みました。まあ、それだけ、ね、前の方で前の方で打とう、ということですよね、はい、前で打てば打つほど、近くなりますから、日本は竹下のサーブ、7対6、1点リード日本。ラミレス狙い、センター線を使ってブロックローラー、1回止めた日本、レフトに乗って今度はフェイント、竹下今日はキューバを倒していかなければならない。ライト側からラミレス、栗原、竹下、センター線あらく、1枚だ、1枚ブロック、サンチェスにやられました。7対7、同点。日本よく粘ってますよね、はい、この竹下のナイスキャッチ。あと高橋もね、よくカバーしました、こういった形になるんでしょうね、川合さん、今日はね、守備で勝つしかないですからね、ほとんどブロックは期待がね、まあ多分前半はできないですね、はい、後半は分かりません。高橋、竹下、木村のストレートスパイク、キューバもよく拾っています。ルイザ、これを打ってくる。ジャンプ力を生かしてきてルイザのスパイクですが、アウト。日本のポイントは8対7。日本1点リードでテクニカルタイムアウトを迎えます。ルイザの崩れたらルイザ結構。私たち JT はいろいろなディライトをお届けしています。例えば食卓にディライトを、一休みにディライトを、音楽にもディライトを、歴史にもディライトを、子供たちにもディライトを、そして大地にもディライトを、あなたにもっとディライトを。 JT The Delight Factory。 ええ、ようやく念願が叶いました。このメンバーを選んだ理由は？はい、別に誰でもよかったんです。誰でも割ならいきなりお得。誰でもよかったんです。やばい、番号そのまま、誰でも au キャンペーン中。ロミオ、ジュリエット、ブルータス、ジュリエット、ぬくみず、ジュリエット、誰でも OK なの。誰でも割ならいきなりお得。俺呼び捨て、番号そのまま、誰でも au キャンペーン中。迎えた運命の最終名古屋3連戦、8対7、日本1点リードで最初のテクニカルタイムアウトを迎えています。栗原のジャンプサーブ、いいサーブになった。アンダーで上げる。ケニアのクロススパイク、いっぱいいっぱいのところに入ってきました。2年前久美製薬でプレーをしていたこのタルカセス・ケニア、 V リーグで得点王を中田さん持ってったんですよね。そうですね、その時はキューバの控えの選手だったんですけども、はい、日本でプレーするしたら途端に上手くなりましたね、この選手も。特にあの守備面でね、非常に成長を見たと監督が話しています。あと B クイックはブロックにあった。先の B クイックはカリーヨの前にブロック。ここまでブロックランキング第1位、この3番のカリーヨ、このブロックをどう日本のセンター陣が打ち抜いていくか、この試合の一つの大きな見どころでもあります。
9対8、キューバが1点リード。サンチェスのサーブはアウト。日本にポイント9対9です。さあローテーションが一回りしてきました。1回回ったことで河合さん、ある程度感触というのはつかめるもんですか、選手は。こんな感じだなっていうのは、高さになりますよね。はい、ライトはこのラミレス、高下がコースには入っていますが基本的にない。ラミレス、これライト側から決めたのが中野さん2本ぐらいですかね、これでね。そうですね、セッターですからね、この選手はね。やっぱりキューバの攻撃力すごいですよね。キューバは2セッター制を敷いています。ですから常に攻撃手が5人いるという状況です。そうですね、攻撃が大好きだからね、セッターでもバンバンあのスパイクの練習しますからね、はい。一方で守備力には難があるのがキューバの特徴でもありますが、さあその攻撃を生かして今度もライト側からだ。サントスのライト側からの攻撃、あのライト側からの本数をあまり増やしてはならないというのが今日の日本側一つの大きな作戦でもあります。森さん、はい、レシーブの狙いとしては、アタックラインのちょっと後ろのクロスになを狙ってるんですけど、今みたいに長いと取りにくいですね、はい。なるほどね、前後に打ち分けられるとさすがにそのあたりは日本のレシーバー陣も揺さぶられてきますが、これは決まって日本のポイントです。非常に狭いところを通してきました。ワンタッチがありました、竹下のトスから木村のスパイク、ちょっとさすがに、まあ、審判の目の前、主審の目の前なんで音が聞こえたんでしょうね。11対10食らいついていく日本、この試合も接戦の様相を呈しています。ラミレスに入る、時間差を使ってきた。あ、キューバのコンビです。あまり中野さん、キューバコンビバレーはしてこないですけどね。この場面での時間差ですよね、はい。やっぱりキューバも相当考えてますよね、日本を研究していると思います。キューバも6勝2敗、日本も6勝2敗。この試合を取った方がメダルへの道を開きます。竹下から高橋、決まりました。高橋抜ければなんとかなりますよね、まあ、ブロックがいいんでそれをなんとか抜く作業をすることです、はい、今日はね。それにしてもこの佐野のレシーブ、ナイスレシーブですね。今大会ここまでを支えているのは佐野といっても過言ではないかもしれませんね。佐野がいなかったらここまでの日本はないと思いますよ、ですよね。高橋のスパイクサーブからナイスキックを使ってくる、拾った。あっとその後が繋がらない、繋がらないが直接コートにボールを落としません。ちょっとね、キューバがサーブレシーブをセッターに返しすぎというか日本が返されすぎですね。つまり日本のサーブが弱い、弱いですね、はい。もっと強く打たないと。カリーヨのサーブ、佐野は返した、竹下にしっかり返して杉山押し込んでいく、繋いでいます。キューババックセンターからカリーヨ、ネットを越えていないか。ポイントは日本です。越えてませんね、ネットを越えていません。ポイント日本、13対12、1点差で食い下がっている日本。サーブが少し弱いかもしれないという指摘がありましたが、さあ杉山、その杉山のサーブ、いいサーブ、サーブポイント、前を越してサーブポイント、同点日本。ケニアがちょっとサーブレシーブが、ね、苦手なので、そこをうまく杉山選手狙ってきましたよね。圧倒的な攻撃力を誇るキューバです。守備力は難があります。ライト側のバック、そう、これも長い、ダイレクト、荒木のスパイク、サーブで崩している日本。これで日本3連続ポイントで逆転。キューバがほとんど、ね、みんなジャンピングサーブ打つんで、はい、練習でジャンピングサーブは取るのは得意なんですよ。なるほどね、杉山みたいにフローターサーブでノー回転で、ね、変化するようなことが苦手でしょうね。さあ3連続ポイントの日本、レフトに回していく、ルイザ、この人のことは変わりません。ルイザのスパイクをブロックワンタッチ、そして荒木、うわ乱れた、もう一本抜いたら、ブロックだ、ブロックだ、わずかにアウト。いやでもね、ルイザをですね、なかなかこう一本で決めさせない、はい、これが大事なんですよ。その時点でイライラしてきますから、この1セット目の中盤ですでにルイザをワンタッチ取れてるのは大きいですね。さあそしてこのサーブレシーブが大きな鍵を握ります。ここまでベストサーバーのサーブがアウト。先ほどもラインクロスのミスがありましたし、ね、今もう高橋は避けるのが必死でしたから、ものすごい速かったでしょうね。あの日本練習で男子選手に打ってもらってますけども、男子よりも速いそうですね、キューバの選手の方がね。でしょうね、打点が高いんですよね、はい。15対14日本1ポイントリード、合わない、コンビ合わない。さあ日本チャンス、竹下から木村、どうだ、苦しい体勢ですがラリーになります。キューバはルイザスタンディングジャンプ、佐野ネットに近い、押し合いになる、このフォローが大事。栗原ブロックはポイント、ラリーはキューバが取りました。15対15、クレアがブロックされてるのはね、はい、やっぱり打つのが少し、遅いですね。ほんのちょっと 0.0 何秒かぐらいなんですけど、はい、もう少し早く打てばキューバのブロックは完成してませんから、はい、
今度のオーラフェイント落としてきました。キレハーのポイント、フェイントボールをキューバのコートに落としていきました。16対15、日本1点リードで2回目のテクニカルタイムアウトを迎えます。乱れです。こっちが乱れた時、こっちがライトバックに差し返すとか、まず思い出す。ミーティング通り、ミーティング通り。ボール止まらせる。あれ1本でも両2枚とか揃ったら、ね、2段の時に一回勝負かけてみるな。長い目で一回呼んでみる。さあ 1本目の勝負だ。 OKOKOK。 さあ持ち行こう。5崩れて2枚ブロックとかなったらもう1回きちんと出して。ここまで3本のスパイクを打って3本決めている高橋。アテネオリンピックの後、高橋はイタリアに移籍しました。そのイタリアには次頑張ろうという言葉がバレーボールになかったそうです。次頑張ろうではなくて、今頑張らなければ次はない、そんなバレーをイタリアで見てきました。ここで勝たなければ次はない日本。1点リードの日本、2回目のテクニカルタイムアウトが解けました。キレハーのサーブ、レオンのオーチェースだ。キューバのお株を奪う栗原めぐみのオーバッチエース。これはね、ドライブがよくかかって、ジャッジとしてはもうアウトだったんですよね。アウトというジャッジだったんですが、ものすごいドライブがかかってました。栗原めぐみノータッチエース。ちょうど、ね、バックライトのあたりが少し空いてるんですよね。だから長めぐらいと思います。先ほどもそれを落としましたが、今度はバックセンター、はい、ライトに回してくる。拾った、つないだ、一本つないだ。キューバのライト側からの攻撃を一本つないだ。カルカセスケニアのスパイクが決まりました。キューバのポイント1点差。しかしやはり河合さん、日本はよくつなげてはいますね。つなげてます。あれがね、だんだんこのキューバが決まらなくなってくるんで、はい、イライラしてくるんですよ。今はキューバほとんどミス出てないんですよね、これからどんどん出ますから。ストレス溜まってくるでしょうね、ネットインサーブ、高橋が反応しました。バックセンター栗原ブロックは3枚フォロワー。佐野が反応しましたが、わずかに及ばず。キューバのポイント17対17、同点。やはり栗原のね、ちょっとスイングが遅いんでしょうね。ああ、そうですか。もうちょっと早く打てば全部どこか吹っ飛んでいくんでしょうか。河合さん、やっぱトスもちょっと高めな感じしますね、栗原の。そうね、ここまで279本のスパイクを叩いてきている栗原。さあ、ここは絶好調、木村沙織。実は河合さん、木村がね、8月に行われたワールドグランプリのキューバ戦では 23% しか決められなかった。それがね、ちょっと不思議なんですよ、木村はね、あまりスイングをね、大きく打たないんで、はい、キューバとかには得意なはずなんですよ、ですから今日木村がどれだけ決められるかというのは一つ大きな鍵を握るでしょうね。今日はね、木村、高橋、はい、あと新庄杯のだと杉山でしょうね、はい、この3人がやっぱり多分決めていかないとダメでしょうね、はい。18対18、ラミレスのジャンプローターはエンドラインの向こう側。いや、ここからこの辺からですよ、勝負どころは。19対18、先に20ポイントに得点を乗せるのは果たしてどちらか。木村のジャンプローター、木村のサーブ伸ばしてきた。ラミレスはセンター線シークイックを使ってくる。強烈なスパイクカリーヨ、はい、勝負どころに入ってね、大村かなと呼ばれました。あ、大村がベンチに座っています。ブロックでの出番か。そうですね、ワンポイントで1本でいいから引っ掛ければいいんですよね、はい。さあ、そしてこのサーブが怖い。ケニアのジャンプサーブ、高橋が拾った、竹下、杉山を押し出せていく。キューバの高さ、攻撃力、日本粘りとスピードで翻弄していきます。先に20点に得点を乗せたのは日本。さあ、そしてここで日本は大村加奈子を投入します。竹下に変えて大村、ワンポイントブロックで起用します。キューバも高いですが、大村も3メートル19、まあ、高さで対抗できる唯一の日本選手ですね。大村はなかなかね、はい、打ってこれないでしょうから、ご覧の位置に入りました大村。この前3人は高いですね、日本ね、はい。高橋がサーブで攻め込んで、さあ前狙った、ブロックいける。さあ、ブロックはどうだ、前狙った、ブロックだ、ダブルポイント。大村ですね。大村のブロックポイント。日本ここで2ポイントリード。キューバタイムアウトです。
しいな、これ。こちらのうち人気があるんですよ。よく売れてます。何ですか？お子様の情操教育にもとても、はあ、おいくつですか？46になったばっかりです。しかもこのお家の壁、外張り断熱になっておりまして。外張り？オプションですけどね。ジーボなら標準装備、外張り断熱の家ジーボ。詳しくはウェブで大和ハウス。チップスター。私はチップスターを食べるとき、こんな顔やこんな顔になってしまいます。パリッと美味しいチップスター。ナビスコ新発売。チーズで大はしゃぎ、オレオでショッピング、バニラでストライク、元気な私とビッツサンド。ナビスコ。ロミオ、ジュリエット、ブルータス、ジュリエット、ぬくみず、ジュリエット、誰でも OK なの。誰でも割ならいきなりお得。シシャモ、エシャレット。番号そのまま、誰でも au。 キャンペーン中。ロミオ、ジュリエット、ブルータス、ジュリエット、ぬくみず、ジュリエット、誰でも OK なの。誰でも割ならいきなりお得。店長さん、番号そのまま、誰でも au。 キャンペーン中。回ったらいいよ。相手は世界ランク5位、90年代無敵の時代を築いたキューバ。そのキューバから日本現在2ポイントリード。大村加奈子ワンポイントブロック投入で見事なブロックポイント。もう1本出るか、日本のブロックポイント。高橋のサーブ、今度は伸ばしてきた。リベロオルディスが拾う。レフトにルイザ、今度はどうだ。よく渡った中央、あっとちょっとボールを見失いました。見失いましたか、中野さん。ルイザのボールはよくかけてるんじゃないですかね、今日の日本。ルイザ自身がですね、あんまり気持ちよくないですよね、多分ね。でしょうね。ここで竹下が再びコートに戻りました。21対20、かわいって大村、見事なブロックポイント。あの1本を決めるためにね、どれだけの練習を積んできたことか。そうですね、4年ぐらい練習してます、ね、この1本のために練習をしてきました。竹下はライトにボールを走らせる。キューバのブロックワンタッチが有効です。ライトに回してきて、1枚ブロック、栗原、よく止めた、よく止めた、栗原君のスパイク、1枚ブロックでワンタッチ、そして見事なスパイク、栗原。初めてですかね、栗原。間、ブロックの間抜きましたね。そして長野さん、その前の1枚のブロックのワンタッチが見事でしたね。そうですね、やっぱりあれがワンタッチ取られると、キューバもっとあの余裕なくなってきましたからね。自分で止めて自分でスパイクを決めていきました、栗原。キューバは A クイックを使っていきます、サンチェス。逆にこういうのは捨ててもいいと思うんですね、はいはい。そういう作戦で日本行ってますから、特にあの今のは構わないですね、はい。崩してオープンになった時ですよ、うん、今狙っているのは日本は。さあ、ここまでクロスゲーム22対21、差はわずかに1点。大セット欲しい日本。このサーブが怖い、ベストサーバーのサントス。佐野が拾った、見事な A タッチ。そして栗原が打っていく、ラリーになります。これがラストボール、日本チャンスボール。前にマーラキ、木村が呼んでいます。ネクストは栗原、竹下は栗原にボールを託した。今のブロックの有効、やや乱れている。アンダー投げたボール、ルイザ高い打点。高橋のスパイクキャッチが直接飛び返ってしまいました。あ、つながらない。うわ、打てるかどうか。高橋乗った、竹下ラリー越し、ツーできた。ラリーの末、取ったのはキューバで同点。ラリーはキューバで同点。途中が、ね、苦しいですね、フォワード2人がね、はい、どちらかというと大振りする方なんで。サーブレシーブは4枚で構えています、日本。強烈なサーブがやってきます。ここまでベストサーバーのサントスのジャンプサーブ、栗原が拾った。竹下に見事に返した。そして栗原、栗原上がってきたんじゃないですか、調子が。そうですね、今自分でねサービスを取ったことによってちょっと乗ったような気がしますね、声すごい出てますよ。ですね、いい表情してますね、はい。普段はサーブレシーブに入らない栗原ですが、ここはキューバの強烈なサーブレシーブ。栗原も4入って4枚で取っています、日本。さあ、ルイザのスパイクを、このスパイクは中高3枚ブロック。そのボールは木村、決めた。ルイザからワンタッチを取って、そのままつないで決めたのは木村沙織。
第1セット日本セットポイントを迎えます。2点のビハインド、キューバが2回目のポイントです。ここ一番ブロック強いところやから、すごく渡り取るのよ。よし、これかシンゴ、ここさあ、1本にかけよう、1本にかけよう。オッケー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 、行ってんの？攻めるよ。攻めるよ。一本にかけよう。そしてここはブロックが強いところ、ワンタッチ集中、そんな指示を出して選手たちをコートに送り出した柳本監督。さあ日本セットポイント、取るか。第1セット日本のね、今ブロックフォワードいいですから、高さがありますから。竹下はストレートサーブ、ライト側だ、ブロックワンタッチ、ブロックワンタッチ、さあ早いので竹下決めるか、栗原ブロックアウト。日本キューバから第1セットを取る、25対22。日本世界ランク5位のキューバからまずは第1セットを奪いました。いやーすごい、最高ですね。1セット目取りましたね、はい。1点ずつのギリギリの攻防でしたけれども、まさにブロックだったりレシーブだったり、日本のバレーの良さがいっぱい出てきましたね。本当に集中力が前面に出てましたよね、はい。さあそれでは1セット目振り返ってみましょう。まずはこちら高橋選手、サーブレシーブからのスパイク、1点目見事に決まりました。さあ杉山選手のレシーブからこちら栗原選手のスパイク、杉山選手よく拾ってくれましたね。右のところを狙ってきました栗原選手も。さあそして選手交代してすぐブロック、さあそして栗原選手最後に決めてくれました。いやーすごい。吉田さんどうでしょう、ここまでご覧になって。はい、やはり凄さもあるんですけどキューバというチームは、はい、でもミスもしてくれますから、本当にこのセットみたいに、ね、粘り強くいってくれれば絶対勝てると思いますね。日本のいいところはいっぱい出てきてますよね。本当にね、すごく粘っていいバレーしてると思うんですね、はい。だからもうこのリズムでいってもらいたいですよね、はい。さあそして平成ジャンプのみんなにはエールボードで応援してもらってますが、今日は、はい、今日は笑顔もパワフル鉄腕エリカ世界をぶち抜けです。荒木選手頑張れ。さあ、はい、矢部くん、あ、失礼、山本くん、はい、笑顔もいいんですけど、ポーランド戦でのガッツポーズも良かったです。そして強の色紙にも気合という言葉があるんですが、もうキューバのブロックを気合でぶち抜いてほしいと思います。気持ちで負けたらいけませんからね、はい、これ。さあそしてこちらが今日日本戦前までの順位表です。日本戦前までと今日の結果が入っています。日本は5位、しかし第1でブラジルが、第1試合でブラジルが負けて2敗、アメリカもセルビアに負けて1敗と混戦となっております。さあそして今後の全日本の対戦スケジュールです。メダルをかけた名古屋最終決戦、明日はアメリカ、そして明後日はブラジルと激突します。とにかく皆さん応援よろしくお願いします。さあそれでは応援席からもエールをお願いします。はい、北京へジャンプ、頑張れ日本。幸せな一日、欲しかった絵本を見つけて、鐘の音が聞こえて、花咲マーチ見かけて、うまく駐車できた。幸せマチコさんのニューマーチ25周年マーチも。お気に入りの音楽と丸ごとつながるキューブミュージックビューデビュー、お得なプラスナビも。ありがとうございます、助かりました。どうぞ背中にお乗りください。やった、優遇賞だ。お待ちしておりました、どうぞこちらへ。ダイワハウス、ナビスココーンチップサルサ付き、ナビスコ、みんなで食べよ。オンザリッツしよ、型抜きで簡単にできる、乗せればハッピー。
第1セットを取った日本。このセットも